はい、どうも、アバウトダーチャンネルです。今回はギアの紹介です。パーゴワークスの忍者テント。現在は抽選販売になっているみたいで、転売されるほど人気なテントでもあって、気になっている方も多いんじゃないかなと思います。僕がこのテント買ったのは、2019年の先行販売の時に購入して3年間ほど使用してきました。今では追加販売になっているベージュもいい色ですよね。気になってます。追加でベージュも購入しようと思って抽選販売受けたんですけど、見事に落ちました。で、このテント、いきなりで欠点なんですけど、見てもらって分かりますかね。グランドシートが台形です。グランドシートにも前後があって、どっちが前でどっちが後ろかとても分かりにくいんですよね。知っていたとしても、ぐちゃぐちゃのグランドシートから前後当てるのは困難なので、せめて目印をつけておいてほしいですよね。インナーをつけた後に気がついて、インナー付け直したなんてこともありました。なので、後付けでもいいので、目印をつけておくのをおすすめします。次にポール。ポールはダック社のアルミポールです。ヘリノックスやなんかと同じですよね。高耐久で安心です。風に強いとされる双子座フレーム。インナーは吊り下げ式で、最近のテント吊り下げ式多いですよね。なんでなんですかね。フライシートだけでテント立てられるからですかね。前はスリーブ式のテント使っていたんですけど、3年使っている今でもスリーブ式の方が立てやすかったなと思います。で、次にフライなんですけど、と30ネニールのシリコンコーティングが使用されています。軽い上に強度は強くなっています。キャンプ向けのテントではあるんですけど、火に対しては弱いので、火の粉とかで穴開くかもなので注意必要です。テントの近くで焚き火するのはお勧めしません。テントの近くで焚き火したかったら、ポリコットンもしくはコットン製のテントを購入することをお勧めします。このテント、随所の工夫が素晴らしいんですよね。背面のベンチレーター、ここを大きく開け閉めすることができて、風を取り込むことができます。しかもここ、中から手を伸ばして開け閉めすることもできるので、テントの中から調節できるニート仕様です。最高です。続いて前室を立てていきます。前室は動画では別売りの忍者スティックを使用していますが、登山なんかで使うトレッキングポールも使用することができます。最高です。前室ポールのペグ打ちをしていきます。ペグをなぜか1本なくしてしまって、この時1本足りなかったんですよね。なんで、その辺にあった木と石を代用してとロープを固定しています。はい、完成です。このテント、意外と幅を取るので、槍ヶ岳の天板のように区画が狭いキャンプ場では張るのは難しいかと思います。次は片付けです。正直、僕が忍者テントで一番注目かつ優秀なポイントだと思うのが、この収納袋です。テントとかの収納袋って、ギッチギチな靴ずれ仕様になっているものが多いんですよ。サーカス TC、DD タープ、ステラリッチ、以前使用していたワイルドワンのテント、綺麗に畳んで綺麗にしまわないと入らないんですよね。テントしまおうと思ったけど、袋に入らなくて畳み直したなんて経験ある人もいるんじゃないですかね。叩きつけたくなりますよね。朝撤収するときなんかは、朝梅雨で濡れて、そのテントはギッチギチな袋にしまう手間といったらもう嫌ですよね。乾かすのは後でやるから楽にしまわせてくれって思いません？この袋はユニークな巻物タイプの収納ケースで、雑に簡単にしまうことができます。まさにアバウト。中心の大きな袋の部分にグランドシート、インナー、フライをしまうことができ、両サイドにポールを収納することで、ポールを中心として巻いて収納できます。巻くことで余分な空気が抜けて、かつ最後に金具で締め付けることができます。圧縮するのは後からできるので、雑にしまったとしてもそれなりにコンパクトにはなります。どこのメーカーでも思うんですけど、収納ケースには余裕を持たせてくれ、収納ケースには余裕を持たせてくれ。この収納ケースは全メーカーで採用すべきです。本当に優秀。ザックなんかにしまうときは、幅が広いよりも縦に長い方がしまいやすいので、軽量なこのテントは登山にも向いています。僕は設営はスリーブ式よりも時間がかかるんですけども、慣れ次第ですかね。片付けは手早くコンパクトにできます。こんな忍者テント、どうですか？